マドリード王立植物園のケルイ・マルティネスの銅像、1866年制作、作者はアンドレス・ロドリーゲス・ホセ・ケルイ・マルティネスは、スペインの医師、植物学者である。南フランスのペルピニャンに生まれた。ペルピニャンで医療を学び、植物学を特に学んだ。スペイン軍の軍医として、スペイン、フランス、イタリアなどに赴任し、オスマン帝国とスペイン軍が争った。 オランなどの北アフリカの地域にも赴いた。不妊先で植物の標本を作り、大量の種子や苗を集めた。これらの植物をもとに1755年に植物園を作り、これが後のマドリード王立植物園になった。1792年からフローラ・エスパニョーラ・オフィストリア・デラス・プランタス・クセクライオ・ミイエヌ・エスパーニャの執筆をはじめ、 没するまでに4巻を出版した。この著作は後を継いだカシミーロゴメスオルテガによって完成された。その他の著書に UVA ウルス CQ タがある。ケアは植物の学名で命名者を示す場合にホセケルイ・マルティネスを示すのに使われる。ありがとうございます。